65丁目駅は、クイーンズ区、ウッドサイドの65丁目ブロードウェイ交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が深夜のみ、M 系統が平日、R 系統が深夜を除く終日停車する。当路線は初めて IND が建設した路線の一つであった。この際に、公共事業局が建設に2500万ドル出資した。 1933年8月19日、道路線がジャクソンハイズ、ルーズベルトアベニュー駅から50丁目駅まで開通した、再二等駅は開業した。入口駅は相対式ホームに面イ4線の駅で、急行線は E 系統が深夜を除く終日に F 系統が終日使用している。改札はホーム上にあるが、改札にある案内標識が南北ホームで異なっている。 これは、開業時にかつて、ロッカウェイ方面への延伸を見越して、ジャマイカラクアウェイと書かれた案内標識が、北高ホーム側にあったためであるが、現在は、ロッカウェイ方面へは直接地下鉄で行くことができない。このため、この標識は2001年に覆い隠されてしまった。南高ホーム側の標識は、開業時からのものが使用されている。また、タイルは、紫色となっている。 駅の西側で環急線が分岐し、観光線はブロードウェイを直進し、ノーザンブールバード駅へ向かうが、急行線はノーザンブールバードの下へ移る。両線は36丁目駅手前で合流する。現在使用中の改札は、ホーム東端からつながる一箇所のみである。地上へは65丁目とブロードウェイ交差点の北東、南東に通じる階段が一つずつあるが、 かつては各ホーム生誕にも改札があった。また、北東の出口には、IND 様式で、ローアンストリートと書かれた標識がある。ありがとうございます。